ヨーブラザー、白瀬ゴールドチャンネルでは、原神好きのあなたのために最高のコンテンツをお届けしていきます。動画をお楽しみいただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。後悔はさせません。ということで、機関機関大学ですね、今回、難易度7の7ステージ目、新ステージの方をお届けしていきたいと思います。で、こちらですね、結構ルートが3つに分かれていて、どう配置していけばランダム要素を潰せるのかっていうところになるんですけども、大体、前回の6ステージ目の方が、慣れてるっていうところもあって、おそらく攻略の方はそっちの方を使ってみようって思う方が多いかもしれないんですけども、そんなことはなくてですね、7ステージ目も結構攻略してしまえば簡単でした。で、重要なのは、ランダム要素をどう潰すのかっていうところと、あとは、敵の戦列をどう伸ばしていくのか、で、余裕を持った状態でいかに戦えるのか。で、フィニッシュはどこで決めるのかっていうところが重要になります。で、それを今回実践の方でご説明していきたいと思いますので、最後の方までご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあ機関機関やっていきたいと思います。機関のレベルは、左から、ちょっと待ってください。左から、10、10、9、8、8、8で。で、これね、8の段階でも大丈夫でした、僕は。うん、で、置くところなんですけども、まずルート確認で、右の方から2ルート。で、左の方から1ルートなんで、左の方は若干手薄でもいいかなっていう印象なんですけども、ちょっと置く場所に関してはこちらです。まずは、ここに水。で、回収期間を、ここに2つ。はい。で、ここの、直線ルートのところに氷1つですね。で、こっちからも敵来るので、どこに置くかっていうと、ここの、はい。今回は、ルート中央も通ってくるんだけど、はい。こういうルートで来るんで、水は別にここに置いても OK だかなって感じ。で、右の方から流れてくるやつに氷が反応しちゃうと、左の方が抜けてきてしまうんで、氷は、左手前。こっちの方とね、重複しちゃうんで、右から来るのに氷が反応してると左から来るやつに反応しなくなってしまうんで、ちょっと離れたところに氷を置くっていう感じ で、これでとりあえず初手はエンドですね。こんな感じで敵がちゃんとこのラグビーボール状のところで敵が死んでるのを確認します。で、死んだら機関をここに置いていきます。とりあえずこれでエンドですね。はい、したら、ちょっと先に凍っちゃうんで、全部の機関に入ってこないやつもあるんですけど、大体入ってくるやつが多いんで、見てみますね。アップで見ると、ちょうどなんかこの4つあるエリアのところで回収が済むと。でも、ほぼ回収がめっちゃ早い状態。で、あれも、この3つか4つぐらいのところで入る。で、次にここに水ですね。で、どんどん回収がこれで済んでくるんで、第1ウェーブが終わる頃には、ほぼ回収できるんじゃねみたいなような状態にしておきたいです。早く組むことが重要だと僕は思います。こう抜けてくるのもね、早くこう置くことによって回避できたと。で、次にちょっと抜かれるのが怖くなってくるんで、早めに、どんどん強力な中央ステーションをこう作っていきます。で、右の方は、もうこれで完成で、あとは回収期間を解除していくかどうかっていう話なんで、このままで大丈夫です。うん。これ以上抜かれることがないように中央を完成させると、安全だと思うんで、ここで水を投入。水多めでちょっと火力出しながらやる。で、今11個置けるよっていう状態ですよね。なので、早い段階で、左から1ルート来るところは厚みを少なめでいいので、こういう感じ。なんであそこに置くかっていうと、凍結エリアを2分割していきたいっていうことなんで。で、第1波残り1体。これでとりあえずターンエンドって感じですね。
これが中に入ってくれば、回収2つ発動かな。2つ発動で OK と。はい。で、92ポイント。で、バンカーは2個取らないとダメなんで、外していくのと、ポイントがそもそも足りないと。で、今回使っていくのは、氷が主になるんで、氷の元素軸、氷と水をちょっと多めに入れてるので、ここら辺は、氷水の強化の方に当てていくといいと思います。はい、で、これでちょっとターン進めちゃいます。で、あと、機関を外していけば、4つ組めるので、ちょっと見ていていただいて。はい。じゃあ、突っ込んでくる相手。ここで、4つ発動かな。4つ発動ですね。で、左からも突っ込んでくる。もうこれ、中央矢倉できてるんで、左からの手薄系のやつはもう、ほぼほぼ大丈夫。で、盾持ちのを凍らせるこのエリア。もう一応後ろので押し込んでくるんですけど、まあこれぐらい手厚い感じであれば、まあ、ほぼ抜かれないんじゃないかなって思います。この凍結エリアで敵を倒しきれる可能性っていうのはかなり高いですね。相当相性の悪いそのアビスとかスライム系じゃなければここは抜かれない。で、この回収エリアをまず解除していきます。特にもういらなくなってくる。そしたら、こっちの戦線が、氷を入れることによってかなり長い感じで維持できるので、ここで置いて余裕を持たせると。で、次、炎をここに置いていきます。そうすると、ここの中央に来て、だいたいここら辺で止まってましたよね。それが、落ちやすくなります。で、もうそろそろこの回収期間もいらなくなってくるんで、まあ、外したければ早めに外して、外したくなければって感じ。まあいいや。まあこれぐらいもう、序盤で回収できるような設定なんでいらないと。で、次どこに置くのかって言ったら、右のルートから来る炎が怖いんで、右でこう、炎の段差をつけて、発動のタイミングをずらしていきます。で、右のが突っ込んできて、先に右のが発動して、ちょっと進んできたら左のが発動するみたいなことをちょっと見ていきます。で、もう一個置けるじゃんってなってるんで、ここは万が一のために地雷を置いていきます。万が一要素と、ちょっと敵が種類によっては、地雷で吹っ飛ばしながら耐えた方がいい。例えば、まあ、来ないんですけど、まあ、スライムとか。1個万が一地雷を持っとくとスライム対策がしやすいですね。ただね、正直、僕の場合、こう、キャラクターを使わないっていう設定でやってるんですけども、皆さんの場合であれば、キャラクターで、体験キャラとか使ったりとかで、岩スライム対応するとか、まあそういうことをしてもいいですね。で、炎エリアの前に、ちょっと水キャラで、水をかけて蒸発を必ずかけるとか、キャラクターで水エリアするとか、勝利の転生シールドで敵の耐性を 20% 下げて火力をそもそも上げていくとか、そういう方法をすればいいと思います。で、凍結エリアのところでクレイがボンボン爆弾投げればいいですし、まあ、ただやっぱこう凍結エリアで敵のスピード、行軍スピードを下げて戦列を長引かせて、で、要所でここで倒す。で、ヘロヘロになったのを地雷で倒す。あるいは、吹っ飛ばして時間稼ぎをするみたいな戦法が結構いいと僕は思います。まあ、今回ね、もうルートが限られているので、右の方から2ルートっていうのを分かってれば、右の方が敵が多いよねって話。で、左の方は少ないよねって話なんですけども、まあ、少ない方と右、同じ編成にしてるんですよ。数的には。なんで左の方を薄くしないのかっていうと、左の方は薄くしなくても、ルートが1個なんで、同じ数あれば、敵の行軍スピードに差が出てくるんじゃないかなっていう感じ。同時に来られるのが一番怖いので。はい。で、第2話はこれで終了。であと、ポイントは好きなように振り分けるんですけども、水と氷を主に使っていってるっていうところなんで、ポイントを上げていくのであれば、こちら。で、確実にクリアしたいのであれば、こっちの、例えば300ポイントの、氷機関の、多重攻撃に変わって、さらに追加で敵を攻撃できるみたいな。
で凍結してる相手はめちゃめちゃダメージが追加で当たる、こういうのをやっていくといいと思います。まあ例えば皆さんの場合だったらこっちを選ぶとかっていうのがいいと思うんですけども、今回は喋りすぎたんで選べなくなっちゃいました。だポイントちょっと20ポイント逃しちゃいました、すいません。じゃあスタートしていきましょう。もう第1波終わって第2波始まったぐらいで、もうこの回収方法であればもうやることなくなっちゃいます。やることがあるのは、まあ、万が一すり抜ける場合、これすり抜けの場合が機関が反応しなかったりするんですよね。変な反応の仕方したりとか、だからそういう時のイレギュラーケースのために地雷を置いておくとかですね。で今この四つ手のやつが結構速いスピードで突っ込んでくるんで、これが結構ランダム要素が生まれやすいです。歩くスピードが非常に高い。ただ右の方で敵をストップかけながらやってるので、まあほぼ抜けてくることがないような編成で、アビスですね。アビスが出てきた時にどうするのか、戦いづらいのか、その場合はこの炎の方がちゃんとダメージ与えながら相手の氷だから、元素が3元素あればなんとかシールド系は対応できるというような感じ。あとはスライム系がどうなるかっていうところぐらいですね。で右の方が落ち着けば中央が新品状態になるんで、左でスピード感のあるやつを、まあ、3分の1ぐらい減らしておいて、で中央に突っ込んできた時にもうガチで凍結させてかかると、で威力加算でいって、で炎で仕留める、で次に右の方が抜けてくるであろうってところで、ここで殲滅。これね、3方向あるときは入り口付近とかに置いちゃうと結構ランダム要素が生まれちゃったりとかしたりとかで、結構上級者の方でもこのステージはまあランダム要素が多いっていう判断で避ける傾向にあるんですけども、ちゃんとルートをこう見て敵の進軍行軍スピードをずらすっていうところを考える。右は手厚い、敵の行軍が2ルートなんで多い、で左は少ない、じゃあ置き方はどうするのか、ある程度対照的にしても行軍スピードを変えられるので、これでいいだろうと。で結局突っ込んできた時にほとんどヘロヘロの状態をどこで仕留めるかとなると、ここの炎 の差ですよね。例えば炎をこことここに置いてしまうと、右から来るやつだと同時に攻撃しちゃうんでまばらにならないんですよね。なのでまばらになるように右の方から来るやつを意識するのであれば、こういう置き方で、正面のやつはもう右との重なりで、右のやつはこうちょうどここ空いてるんですよ、シュートするところが。ここに炎を置いちゃうとこの灯籠に当たっちゃうんですね。なのでここは避けるっていうような、敵が突っ込んできた時にどの射撃ルートで行くのかっていうところもちゃんと下見で、土地の下見をするような感じでやるといいと思います。だからここの立体的なとこまで見ていくと、ランダム要素がなくなって、上級者の人でもここはランダム要素のないステージなんだなっていうのがわかると思います。非常にやりやすかったです。このステージはちゃんと下見をすることが大事だと思う。でここが一応封域を起動するとかであるんで、2回起動させてポイントを稼ぐっていうのも大事だと思います。ちょっと僕さっき第2波のやつ選び損ねちゃったんで、ポイント今回少なめになっちゃうかもしれないですけど、はい、一応そんな感じで。凍結のやつだとね、もうボコボコ倒した方がウェーブが早く終わるんですけど、一応確実性を取るために敵の行軍スピードを凍結でコントロールしてやりたいと。で炎の発動ですね、もうちょっと歩いてくればあれなんですが発動するんですけど、ちょっと根性なしでしたね。で終わりです。はい、じゃあ第3ウェーブ終わりで、選んでいくのが勇猛ですよね。勇猛と、まあ、氷の攻撃力で、ポイントが氷の攻撃力が4つ上がると、まあポイント20ポイントで、勇猛は3回目まで20ポイントずつなので、こういう選択肢が生まれてくると思うんで、こういうのを選ぶといいと思います。ポイントをなるべく高めに設定したいっていうことでやるのがいいと思いますね。
有毛しかなくて、例えばあの雷一見その保護力熟知速度アップとかしかなければ、もう有毛を選んでいきましょう。でこう走ってくる松明チャールとかがね結構抜けてくる可能性あるんですけども、中央がかなり手厚なんで、まあ、それもないと。でボートの方もあのこうやって戦列をずらすような設定になってるんで、走ってきてもちょっとずらされるんですよね。ずらしてくるってことは後方に控えた予備隊の方でしっかりダメージを与えれるっていう設定になるので、なので抜けてくる確率が少ない。で今回あの難しいのがアビスが、ちょっと危ないアビスが来てますよね。ああいうアビスが来ると凍結で止めらんないんですよね。なので何が必要かっていうと、まあ炎の妖怪プラスこの予備で作ったあの地雷がかなりあの効いてくると思います。なので万が一突破されたことを意識してこう。でなんであの炎がちゃんとアビスに当たってたかっていうと、こういう感じですね。でここでアビスで壊された地雷を補充する、それだけ。まあ、万が一抜かれるケースっていうのはあの3元素でやってる場合とか、まあ、12個縛りでやったりとかしてやると、あの必ずあの突っ込んでくるタイミングのコントロールが難しかったりします。なぜなら敵の出てくるのがランダムだから。だから同じ配置で行くのであれば、一つ予備兵としてこの地雷一つピンポイントで残しておく、これで楽に攻略することができます。まあ、完全放置じゃないんですけども、これはもうほぼ放置というような戦略ですよね。ここに立っててなくなったら置いてあげるみたいな。で次は有毛なのか氷なのかみたいなことなんですけども、もうここら辺ポイント上げれるのがないので有毛を選ぶしかないと。まあ、皆さんこの有毛20ポイントとかもう無視して、あの例えば炎の攻撃力アップするとかそういうのに振ってみてください。で有毛今回ねあのランダムであのチャールが出てくるっていう設定なので、結構の普通だったら避けていくようなところになります。要するにああいう怖いチャールが出てくるんじゃないかな、走ってくるのがタイミング合わさってくるんじゃないかなって、すげえ怖い状態なんですけど、ちゃんと戦列を長く維持するような設定になっているので、まあ右のでかいチャールとかも止めながら、左の方は凍らせてダメージをやっていく。なんで左がクリアされましたね。で中央の方で倒す、まあ、こういうようなやり方が成り立つわけですね。でこれがあの有毛森の第5ウェーブで結構厳しいところなんですけども、まあ、ランダム要素なしで全然あの辛いところがないような感じでクリアできる。でこれも僕の場合あのまだ期間がレベルマックスになってないところもあるので、皆さんだったらしっかりマックスに振ってやれば、もう絶対にパーフェクトクリアはあのできますよっていうような感じです。まあ、ちょっと怖いなって思うラインはね、ここ抜けてきて地雷が発動したタイミングで地雷置けるかなみたいなところではちょっと怖いですね。まあ、第5ウェーブはおそらく有毛持っても大丈夫かなっていう設計です。逆に第4ウェーブとかのその属性アビスとか そこら辺が来るときがちょっとハラハラするかなっていう感じですね。だからこれぐらいのやつが同時に来たところで結局凍らせてしまえば関係ないと。で第6ウェーブのちょっと守衛系がどうなるかってところもちょっと最後見ていただこうかなと思います。で氷、水、氷で凍らせて、ここの穴のところから今狙ってましたよね。穴のところから狙い始め、はい、これでまあほぼ地雷使わずにクリア。で次有毛をやるのか、あの記述を上げていくのかってところなんですけども、こう見ると記述が無理だし挽回1個やっても意味ない。なので有毛をやるしかない。敵の防御力が上がっちゃいます。ヒルチャールの氷のやつと岩のやつと遺跡重機ですね。結構怖い設定ですね。防御力の高くなった遺跡重機と、まあ、突っ込んでくる、あとはチャールのデカチャール、ここら辺はかなりシビアな戦いにはなってくると思います。重機とチャールが来てますね。
ただ重機でかいので、あの凍らせてストッパーになってくるんですよね。だから後ろのやつも突っ込んできづらくなると。でさらに今の穴のところからちゃんと炎を狙っていってる。で中央の新品のところでしっかり凍る。凍ったところで体力が残ってても今炎で仕留めることができると。でここで妖怪かけて壊れる。であっちから来るやつが同時に来てたら危ないんだけど、あの2つだけでああやって止まるんで、あの2つだけでああやって止まるんですよ。だから水氷っていうやつをルート上にポンポン置くっていうことが結構攻略の鍵で、中央に来るときに手厚くやりたいっていう設定なんで、中央はしっかり相手をめちゃめちゃ凍らせる。でめちゃめちゃ凍らせてめちゃめちゃ蒸発かけて、万が一のときに地雷、こういうことなんですよね。だいたい火力で押し切れるっていう。でここでまた置いていく。来たらあのでかい重機が来たところでこれで乗り越えれるんじゃないかなって感じですよね。最後何でケツ持つのかっていうのを決めておくって時に、まあ、こういうビッグインパクトの地雷を置くっていうのが結構面白い。でこれまだレベル8なんで上げれるし、氷もレベル10まで上げることができると。あと風と雷については、まあ、皆さん楽しんで使ってみればって感じですね。今後で現実機関かなりこれ強いです。なので例えばこういう編成だったら、ここの水を1個解除するとか、中央の水1個解除して、例えばね現実機関を、まあ、今回置く必要ないんですけど、試しにねこう置くと、ここの威力がむちゃくちゃ上がるので、中央の敵の火力が結構上がって敵の殲滅に役に立つと思います。機関を1個なくすだけでも4つの機関の攻撃力を上げていくってところで、はい、後半になればなるほど使い勝手が良くなるのかなと思います。全然火力が変わってきましたよね。まあ、こういう使い方もしてもいいし、まあ、期間をね、8種類以下でクリアしなきゃいけないっていうのがあるので、できればこういう期間はシンプルに済ました方がいいのと、せっかく威力の上げた水とか、威力の上げた、氷とかが少なくなっちゃうのはなるべく下げる。はい、で、こんな感じで、まあ、20ポイントさっき失敗しちゃったんですけども、1145ポイントぐらいまではね、簡単になるような設定になってます。ぜひ皆さんお試しください。最後までご視聴ありがとうございます。動画をお楽しみいただけましたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またこのような動画をいくつかアップしてますので見てくれたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイブラザー。